免疫性血小板減少性死半病は何らかの要因によって血小板の減少を呈する病態の一群を指す。急症は特発性血小板減少性死半病。特定疾患として認定された厚生労働省の指定難病医療費等女性対象疾病である。抗原病、再生不良性貧血。 薬剤等の結晶板減少をきたす原因が除外されて診断される。イタップは結晶板に対する IIB、EIA などで観察された免疫複合体が、脾臓、肝臓などで破壊されて結晶板減少をきたす疾患である。結晶板破壊が更新しているため骨髄での結晶板酸性は盛んになっている。しかしタイプによっては 骨髄中での酸性時点で洋弱な形での結晶板しか生産されず、奇形的な結晶板の場合がある。そのような結晶板に抗結晶板抗体が乗っているように画像で確認できる。急性型と成人に多い慢性型に分けられる。マシン、風疹、水痘ウイルス感染が原因となることが多い。ウイルスと抗ウイルス抗体が免疫複合体を形成し、 結晶板膜の FC 受容体に付着して、観察結晶板が生じ、これが脾臓で破壊されることで本性を発症するものと推測される。イタップが慢性化したもの、あるいは慢性に進行するイタップである。イタップは、多くの場合小児に発症し、急性の経過をたどって、半年程度で治癒する。しかし、1割程度は、慢性の経過をたどる。また、 成人がイタップを発症した場合、慢性化することが多い。イタップが6ヶ月以上1000円化した場合、慢性特発性結晶板減少性死反病の診断が下される。急性のイタップと異なり、大出血を起こすことは比較的少ないが、若年女性に多いため、月経、妊娠、出産において問題になる。青あざ、天井出血、粘膜出血など。 関節内での出血は少ない。血小板数が 3000ml を切るような症例では、頭蓋内出血の危険があり早急に治療が必要である。厚生労働省の診断基準血小板結合イングの増加は、イタップに特異的ではないが、PA イングが正常の場合は、イタップを除外するのに役立つ。他の出血、血小板減少をきたす疾病の除外が必要である。 鑑別されるべき疾患の例としては、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、発腫性血管内凝固症候群、血球うどん食症候群、偽性血小板減少症、など、近年、猛状血小板率、アンチゲンキャプチャーエライザが注目されている。白血玉数は正常で、貧血も通常伴わない。 白血球分核にも異常は見られない。プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間などの血液凝固系に異常は見られない。すでに出血症状が著しい時には、フィブリノーゲンの異常や FDP の上昇をきたすことがある。毛細血管抵抗試験要請。イタップの診断に骨髄選手は必須ではない。ただし、ステロイドは、 白血病に対しても有効であるため、ステロイド投与を行う際には、骨髄選手を行って、白血病を確実に否定する必要がある。骨髄所見は、骨髄球形、赤が休憩は正常に存在し、巨格休憩は正常ないし、やや増加している。ありがとうございます。